こんにちは、価格 .com マガジンのシエルです。私ぬいぐるみが大好きで、大きいものだけでも30匹ほどのぬいぐるみたちと一緒に暮らしてます。リビングでくつろぎながらこうギューっとしたり一緒に寝たりしてるんですけど、お気に入りの子ほど汚れていくんですよね。で、ぬいぐるみをきれいにする方法を調べたら、洗濯機に入れるか手洗いするといいっていうふうに書いてあったので手洗いをやってみたんですよ。そしたら確かにきれいにはなったんですけど、もう中の綿がもう形がおかしくなっちゃって、こうふわふわもちもちだったのがなんかボコボコの手触りになっちゃったんですよ。でもしかしたらそのぬいぐるみは洗濯 NG のぬいぐるみだったのかもしれないんですけど、ぬいぐるみって洗濯表示のタグがついてるものってほとんどないですよね。なのでそれ以来ちょっとぬいぐるみを洗うのが怖くなっちゃって、もう汚れてもどうしようもないっていう感じで過ごしてきました。でもなんとぬいぐるみを洗わずにきれいにするアイテムを見つけたんです。それがこちら、じゃん、このぬいぐるみ専用クリーナーです。今回はこれを使った洗わずにぬいぐるみをきれいにする方法をお届けします。準備するものはぬいぐるみ専用クリーナーと洋服用のブラシ、そして乾いたクロスと手袋です。今回きれいにするのはこのペンちゃんです。すごい大好きなぬいぐるみなんですけど、なんかところどころすごい黒い黒ずみがあったり、あとなんかよくわからない茶色い汚れとかシミがすごいあるんですよね。でところどころなんか繊維が汚れて固まっちゃってるようなところもあって、で実はこの子も一回こう洗ったことがあるんですけど、それでもこんぐらい汚れが残っちゃって、もうどうしようもできないっていう状況のベンちゃんです。ではやっていきます。まずは洋服用のブラシでぬいぐるみ表面のほこりを取り除いていきます。でぬいぐるみって結構ほこりがついているもので、これだけでもちょっときれいになるっていう子もいますよ。でこんな風にこう毛並みに逆らう感じに、まずはブラシをかけてこう中のほこりとかを出してあげるイメージです。でその後にまた毛並みの方向に沿ってこうやってブラシをかけることでいい感じになります。でこれは掃除をする時だけじゃなくて、たまに本当にこうやってブラッシングだけでもしてあげるとふわふわを保てますよ。ではここからいよいよぬいぐるみ専用クリーナーの登場です。で使い方はこのまま直接ぬいぐるみ吹きかけるのではなく、もう乾いたクロスにクリーナーをつけて、でこのクロスでトントンとぬいぐるみを叩くようにこすっていくっていうやり方です。で拭き始める前に、まずは先に目立たない場所でトントンしてみて、色落ちしないかだけはチェックした方がいいです。そのためにもクロスは白いものを使うのがおすすめです。こんな感じでプシュプシュッとクロスに吹きつけます。で最初は目立たないところでトントンとしてみて、この色がクロスにつかないかどうかを確認してください。で大丈夫だった場合は汚れをトントンしていきます。でまずこういう黒ずみとかですね、そういうところにやっていきます。こんな感じでトン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 と、こう同じ方向だけじゃなくて、いろんな方向からトントントンとするのがコツです。でもしぬいぐるみに天然の革とかアルミとかが使われている場合は、そこには使わないようにしてください。で柔らかいぬいぐるみだとちょっとトントンとやりにくいんですけど、まあ、ちょっとこうかわいそうですけど、表面をやや引っ張る感じでトントントンとしていきます。で肌が弱い方とかだと、もうゴム手袋とかをした方が安心です。もうお腹の黒ずみがかなり薄くなってくれました。あとこの辺の茶色いシミとかにもやっていきます。でこのぬいぐるみ専用クリーナーは具体的に言うと水系有機物分解洗浄剤っていうものです。水由来の成分の環境対応型修復洗浄剤っていうものらしくて、残存性が低くて毒物性もなくて、子どものぬいぐるみにも安心して使えるっていうものらしいです。
で、液性がアルカリ性なんですよね。なので手垢とか皮脂とか油汚れとか食べこぼしみたいな、そういう酸性の汚れを中和してくれる、だから汚れが落ちるっていう仕組みだそうです。もうなんかすごい薄くなってきました。こことかかなりなんか茶色っぽい黄色汚れがついてたんですけど、洗剤で落ちなかったんですけどね。でこの辺のカピカピになった黒い汚れを取ってみます。お、なんかもう、あ、見るからに落ちてきた。あ、もう塊だったところがどこだったかなぐらいになってきました。洗剤で洗っても取れなかったのに嬉しい。おお、すごくないですか。で、水由来でアルカリ性っていうことなんで、最近よく見るアルカリ電解水かなと思ったんですけど、それともちょっと違うようなんです。成分を見ると水と水質軟化剤、アルカリ除剤、キレート剤、非イオン系界面活性剤って書いてあったので、確かにアルカリ電解水ではなさそうです。ただ水洗いしなくていいのに界面活性剤が入ってるのは大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、調べてみたところ、非イオン系の界面活性剤は界面活性剤の中でも最も安全性が高くて、化粧品とかにも使われているもののようでした。ただもしそのお子様がよく顔とかを近づけるぬいぐるみに使うとかで心配だった場合は、アルカリ電解水を使うのでもいいと思います。さあ、喋りながらトントンしていくうちに、この腕のあたりの汚れがだいぶマシになってきました。うん、だいぶね、この辺にあった塊とかもなくなりましたね。じゃあこんな感じで全体をトントンしていきます。はい、全体をトントンしたら完了です。で、水由来で洗浄成分が残らないので、すすぎとか二度拭きとかは必要ありません。で、やや湿った状態になっているので、まあ、陰干しして乾かしてあげれば OK です。で、その後最後にもう一回ブラシをかけてあげると毛並みもふわふわになりますよ。で、今日はもう一個きれいにしたいと思います。乾かしてる間にいってきます。で、この子やりたいと思うんですけど、もうシナモンちゃん、パッと見よくわからないかもしれないんですけど、実はもうこの辺がすごく黒ずんじゃってて、本当はこんぐらいの白さだったんですよ。それがかなり黒ずんでしまったので、これがどこまで白くなるのかっていうのを分かりやすいように、この白いシナモンちゃんをきれいにしていきたいと思います。やり方は普通にどのぬいぐるみでも変わらないので、タンタンタンとしていきます。クロスがすごい黄色くなってきました。はい、こんな感じです。で、ちょっとクロスを見てもらえれば分かるんですけど、めちゃこことかもうね、すごい黄色いシミが、汚れがすごいこっちに映ってるのが分かります。めっちゃ汚いですよね。じゃあペンちゃんとシナモンちゃんのビフォーアフターを見てみましょう。さあ、ペンちゃん乾きました。もう最初との違いを見てほしいんですよ。この辺にね、固まってた部分とかもそろそろふわふわになって、まあ、さすがにね、実はもうこれ5年ぐらい前についた汚れなので完全には今は取れてなかったんですけど、でもかなり綺麗になりました。この辺にあった黒ずみもかなりマシになりましたね。で、実は過去に同じくアルカリ性のセスキっていう成分を使ったスプレーでこのペンちゃんを手入れしたこともあったんですけど、もう全然落ちなかったので、今回かなり汚れが薄くなって嬉しいです。はい、シナモンちゃん、なんかね、白さが分かりやすいんじゃないかなと思って今回登場してもらったんですけど、もうこの辺が全体的に黒っぽかったのがかなり明るくなったのが分かると思います。で、この辺は実はまだやってないんですけど、そこと比べるとかなり色が違うなっていうのが分かるんじゃないでしょうか、ね、裏側のこの辺とか黒いんですけど、表のお顔がかなり明るくなりました。で、このぬいぐるみ専用クリーナーを使って個人的に一番嬉しかったのが、まあ、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、ぬいぐるみについちゃったカピカピのよだれの跡、
これが何事もなかったかのようになるのがすごい嬉しかったです。で、よだれの跡って全然綺麗にならないんですよね。で、コツはいろいろな角度からトントンすること。そしたら途中からあれどこによだれの跡があったっけってわからなくなるほどで感動しますよ。で、ちなみに汚れが落ちるだけじゃなくて、このアルカリ性による除菌とか抗菌の効果も期待できるみたいです。このぬいぐるみ専用クリーナーは水洗いするのが不安な大事なぬいぐるみとか、あとは大きくってとっても洗えないようなぬいぐるみとか、あとは喋るような機械が入っているようなぬいぐるみのお手入れにぴったりです。簡単なのでズボラな私でもささっとお手入れできますし、どんどん汚れが取れていくのが楽しいですよ。ただこれは水洗いするわけじゃないので、例えばこう中に入ってしまった汚れとかはどうしてもきれいにできません。なので定期的に晴れてる日とかにこのぬいぐるみをポンポンと叩いて陰干しとかしてあげると、中に入ったホコリも表面に追い出すことができます。で、時々ブラッシングしてあげるといつまでもサラサラふわふわを維持できると思いますよ。あと、もし中のダニとかが心配な場合は、ホットカーペットとか布団乾燥機のダニ退治モードっていうのを使ってもうぬいぐるみを温めてあげるといいと思います。ただ機械が入っているものはダメなんですけど。そして表面の汚れが気になってきたら、このぬいぐるみ専用クリーナーで時々お手入れしてあげてください。大切なぬいぐるみをいつまでもきれいにしてめでてあげてくださいね。今回紹介したこのぬいぐるみ専用クリーナーは概要欄の URL から最安価格とかを調べることができるので、気になった方はクリックしてみてください。それではありがとうございました。